ハレルあれやんなっけなうだそうだそうだタが思い出せないわあのハの考察機 y ー u t とよくしゃべる脚本家のやうわんだんなっけな無限まやかしだ おしまいすきですでで高野「無限まやかし」とは映画やドラマや漫画や小説などさまざまなフィクションすなわちまやかしを無限にむさぼっている私たち2人がそれらを感想考察など述べているラジオ番組でございますと、はい、いうことで。今日はですねお<い>私が 自分のチャンネルとかでは非常にやりづらいことをやりたいと思います。おあ、ということは、えー、自分個人でやるとですね、誰が言う天然となってしまう <laughs>、えー、お笑いの話ですね。お笑いの話。いやー、これもね、まやかしの一つですよ。そうですね。お笑,お笑いなんて一番嘘ですよ。<laughs> みんな真面目なんだから。みんな真面目に結婚してね。ね,ね,ね真面目に税金とか払ってる人たちがバカやってるんですから、テレビ出て,て <laughs> で。やってないでしょ。<え>やってないでしょって言っちゃった。<laughs> <か>ダメ、ダメ。ダメ やってないでしょそんな、そう、じゃないですかそうですよ真面目なんですかみんな。みんな真面目にね。みんな真面目にね。って。結婚して、納税して。本当にサラリーマンより長い時間働いて。ね。これどこまでボケちょっと、どう突っ込んでいいのこれ。ね、どう突っ込んでいいのいや、まあ本当にそうですよ。会ん。今の審査員の人たちなんかはもうね、誰よりも働いてますから。いや、まあそうですね。働き者の方々ですよ。え、そんな、キングオブコント2022という、はい。大会が終わって、え、2日ほど経ったところで今、これ 撮ってるんですけれども、ね、その総評というかですね、うん、こんな大会だったよっていうことを軽く、えー、一応お笑いの、まあお笑いのプロというか僕はお笑いを見るプロというか。いやいや、お笑い芸人でしょ。お笑い芸人って言ってるじゃないお笑いの批評をする仕事がすごく多くてですね、もともと。ああ、そうかそうか。ううとね、もともとそうなんですよ。なんかそういう記事を書かされたりとかですね、そういうことをずっとやってるんですけど、 で、キングオブコントの結構マニアでもあって、はいはい、え代々見てますし、一、はい、回戦とかから見に行ったりとか、あそうですか僕はコント芸人じゃないんでコント、キングオブコント出たことないんですけどあ<ー>あの、準決勝のチケットとかは毎回取って見に行ったりとか、<ー>数年前とかまではしてたんで、 あの、今回はいい、ね、特にこうでしたよみたいな話をできたらなとい,、ね、いや聞いてみたいですね。僕はもう完全にこの大会だけ見るみたいな。うん。決勝だけね、テレビで、ね。そうそうそう。なんかそんくらいの熱量ですね。あもほとんどの人はそうですねで、まあうん。まあなんか、でもオンタイムでは見たいなっていう、なんかこうお祭りに参加してる感じでうん、っちもね、僕もやっぱお笑いは好きっちゃ好きなので。そうでしょう。そう。ただね、今年は、うん、だからやっぱ僕くらいのお笑い感度の人間だと、もう出てる人、ちょっと、 半分くらいわかんなかったですね。あ、マジっすかうん。うん えそれこそ優勝したビスケットブラザーズさんとか僕全く知らなくて。決勝一回行ってますけどね。あ、本当ですかだからその頃はそんなに一生懸命見てなかったのかなその頃っつっても3回前ぐらいかな。3回前くらい。え、か谷は知ってるでしょ加賀やはもちろん知ってる。知ってるで知ってる知ってる知ってる。ロングコートダディさん知ってるしロングコートダディさん知ってる。で、えっと、日本の社長さん知ってる日本の社長さん好き好き。前回出てたしね。で、えっと、黒コップさんは知らないか。そう、黒コップさん知らなかったけどめちゃくちゃ面白かった。好きそうですね。好きそうですね。 犬さんも知らないでしょ多分。あ、でも犬さんあれだな、あの、有吉の壁で一回出てました、ね、あーあー、結構見てますね、ねじゃあお笑い。だからまあ、ヤダンさんがわかんない。なるほど。ヤダンさん、この中で言うと、はい、僕一番ライブ一緒になってたって。あ、そうなんだ。あの、天気のネタ あるネタは、あれもう鉄板中の鉄板で、えもう10年ぐらい前から多分ずっとやってんじゃないかな。そうなんだ。ぐらいのネタで、楽屋で、要はあの、一番正でかいロングサイズ伊藤さんが、ギリギリのタイミングで霧吹きをかけてびしょ濡れになる。楽屋でやってるんだ、あれ自分でね。自分でかけてるんですけど、今回は美術さんか衣装さんがかけたのかわかんないんですけど、濡れ方ちょっと本格的だったなと思います。あれ多分ちょっとローション入ってませんあれ。濡れ出すの。で乾かないように。ぬらぬらしてたから。そうか、も。 ダンとは違う何か水分を使ってるように見えましたね。あれもよかった。いや、僕、キダンさんのね、一本目に衝撃を受けたあれ俺見たことなかったです。めっちゃ面白かっためちゃくちゃ面白かった。いや最高。もう、あの、海外のシリアルキラーのノリだよっていうのは、もう本当に最高の突っ込みだったと思う。あの、歌歌いながらね、ブルーシート弾いてるところとかは、体でかいから怖いんだよな。そう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 。みたいな、一組一組の話をしてもいいんですけど、まあまあまあ。どちらかというとね、僕はね、 大会が、えー、始まってからのですね、<う>5分間、ね。ああ、それ聞きたいわ。がね。 過去最高だったなと思って、そこの歴史の話をちょっとさせてほしい。ああ、ぜひぜひ,ぜひこれを言ってる人あんまいないんじゃないかなと思うんですよ。<笑><笑>で、えっとね、今までの、まあ、ルール変更とか、こう、審査員変更とかいろんな歴史があるのはまずご存知ですかはいはい、はい、それはなんとなく、<あ>去年もうかなり一新されましたからね。そうですね。うん、審査員が、えっ、ー、と、とある時期までは、うんえー、準決勝で敗退した芸人100人で投票するという形だったのが、うん えっと、2016年ぐらいかなから、16年から、バナナマンさん、サマーズさん、松本人志さんという5人になり、はいで、去年からかなはい。飯塚さん、はい。秋山さん、はい。えー、小峠さん、はい。えー、山内さん、はい。という歴代の王者がやる。そうプラス松本さんという形になったんですね。はいで、ここ、ま、あここから話すか。うん。えっと、審査員がですね、権威的じゃない。 っていうのが、僕はすっごい大事だと思って。はい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 。一回その準決勝の、えー、100人がやるというシステムが、うん、多分たるんできたんだなっていうことがあったと思うんですよ、原因として。ああ、そういう時期もあったん、ね、なんでこの人たちがやってるんだろうっていうか、あ<ー>そのお笑い好きな人じゃないと知らない、お茶の間でおなじみっていうわけじゃない人たちが100人白いポロシャツを着てですね、ド、うん、ーッといるのが、これ果たして多くの国民にとって、 一般のお客さんがいっぱい入ってるのと何が違うんだっていう。なるほどね。それに比べたら、ちょっとギャラはかかるかもしれないけれども、<ー>バラエティでおなじみので、しかも全員が面白いよねって分かってる人にしようっていうことでバナナワンサマーズ時代。 が、あった。で、まあ TBS だからリンカーンの流れとかもあると思うんですけど、あどね、まあ非常にダウンタウンとの親和性もありかつコントをやっていたイメージもギリある人たちって、うん、まあぶっちゃけないですけどね、今の世代からすると。まあ確かにね、うん、今は。僕らはギリギリある世代ですね。うんうん、で、ただ、そこでちょっとずつこう疑問が湧いてくる。うん、な,なんでこの人たちに審査されてるんだっけ、うん、僕もだからその頃は、うん あんまり熱心に見てなかったのは、ちょっとなんかそこだったかもしれないですね。なんかやっぱ、M1 の方が、どっちかというとこう、熱心に見てゃう。うんうん、やっぱり、なんか一視聴者としては、なんかこう、ヒリヒリ感というか、お笑いもなんかこう、すごい研ぎ澄まされてる感じとかあったで、もうちょっとなんかこう、アットホームって言っちゃうとあれだけど、 ちょっとこう、どちらかというと緩い感覚が少しあって。うん、ああ、そうですね。それは多分、どっちも言えることだと思うんですけど、M1、うん、のようにどんどん競技化していってるっていうのはコントもまたそうなんですよ。うん、ああ、なるほどね。それは最近、決勝の尺がですね、持ち時間が5分になったんですよ。4分から5分になって、5分になるということは、一発ギャグ的なコントは通用しなくなり、秘書、うん、転点結があって、ストーリーがあって、どんでん返しが大体2回か3回はないと、ちょっと厳しい。 ストーリーものが求められるようになったっていうことで、結構ガチじゃないですか、そうなると。まあね、演劇化していくという。のがある一方で、そのアットホームだなっていうのは、漫才の審査員の人たちは、多くは、例えば巨人一緒とか撮ってみても、うん、年何百本も舞台でまだ漫才をやってるんですよね。はい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 。もちろん中川家さん、サンドイッチマンさん、ナイツ花輪さんとか、そこら辺の人も当然、うん テレビでもしょっちゅうネタやってるし、ね。うん、なので、全員現役の匂いがプンプンするんですよね、基本的には。なるほどね。上沼さんと松本さん以外は、うんで。上沼さんと松本さんがやることには、まあ、文句ないじゃないですか、基本的には。まあまあ、さすがに。それに対して、ちょっとキングオブコントの何っていう感じがあったのは、2020年まであったのはですね。サマーズさんとバナナマンさんに、どうしても現役の匂いはしない。っていうこところですね、はあ。確かにもうその時からもう、なんか、うん、うん バラエティの司会というか、そうですね。そういうイメージしか僕も正直ないですね。だからみんなが好きなおじさんなんですよね。で、年に一回単独ライブとかは精力的にめちゃくちゃやってるんですよ。はいはい,はいはいはい。なんだけど、それ知らないですよねみんな。正直知らないです。そう。だから、えっと、今でも舞台に立ち続けるネタ職人、サマーズ大竹って言ってこう降りてくるんですけど、その時に初めて、え、あ、そうなのうんってなるので,で、しかも、その人たちがやってる、 こう俳優座劇場とか、六本木の俳優座劇場とか、赤坂の劇場とかで、もう持ち時間自由で、2>, うん、2時間半とかあるステージの中で7本とかネタやるみたいな。うん、で、アドリブとかもガンガンかましてやる、なんて言うのかな。その、もうほとんど俳優の面白舞台みたいなものに近いぐらいの、その人間として出てってる舞台なんですよね。うん、<laughs> まあぶっちゃけ、サマズさんとかバナナマンさんがやってるって。なるほど、ね、芸能人のステージ。 なるほど。あ、それが分かりやすい。芸能人。そう。そううん、で、その4人はめちゃくちゃ芸能人で、うん、で、それは果たして今、競技化してるコント職人、コント芸人、うん、若手の30代以下ぐらいの人たちの審査をするのに、うん、なんか審査員としてどう適切なのかな、どうかなっていうのは、そろそろ言われ始めてたんですよ。2019年ぐらいらなるほど、なるほど。で、そこから、じゃあ誰に審査させるんだろうってなった時に、その、剣、生かしすぎていない、そして芸能人、 芸能人しすぎていない。うん、で、今でもネタをやってるイメージがめちゃくちゃある人。うん、っていうことで、歴代チャンピオンのネタ書いてる方が選ばれたという。流れがまずあるんですよね。で、今回も前回好評だったので、うん、その4人が出てきましたと。うんうん、で、プラス松本人志さんなんですけど、このね、出てき方が去年と違ったのわかりますお 一人一人階段の上からまあ降りてきますよね。降りてきました、降りてきました。これね、去年と明確に違って僕すっごい効果的だったなと思った演出がありまして、ごめんね、ネタの話じゃなくて、ネタの話聞きたかった人申し訳ないです。僕はテレビ演出の話をめっちゃするんですいやいや、ネタの話はね、まあ見ればわかるからね。見ればわかるんで、見て面白かったらそれでいいんですよそうですね。あのね、山口健二とか言って、山口さんが紹介されるときに、山口さんが優勝した時のネタが、バンとモニターに映ります。ここまでは去年と一緒なの。はい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 。で ファッファッファッて、えっと、スーツ、ウェットスーツを、頭を脱がされて、ファッファッて脱げた瞬間に、びっくりして髪がなびいてるところで、パチーンと静止画になって、そこにカメラがファーンとアップになっていき、そこで、ネタの中の笑いはもう起きてないはずなんですよ。なぜならばもう時間が止まってるから、ネタの VTR の方で。バーンって笑い声が起きてるのは、これ客席の笑い声なんですよね。なるほどね。で、それを5人分やりました。はぁ、その、 彼らがネタをやった時に一番おもろい顔を。顔芸をやってる瞬間なんですよ、しかも全員。ああ、なるほどね。秋山さんは、ホストの口説き方からしか知るんが、<laughs> って変な笑い方してるところで、バチンと抜かれたりとか、で、小峠さんはもちろん、なんて火だ、で抜かれて、んんえー、飯塚さんは、あと三泊あるんだよ、みたいな。はいはい、はい、言って、お尻を叩いてるところの一番怖い、面白い顔してるところで抜かれて、で、最後。 松本人志の最近のコントの素材が、この1年で TBS に手に入ったんですよ。うんうん、はいはいはい、そりゃ話題になってましたもんね。そう、これはキングオブコントの会という、はい、キングオブコント系列のスタッフが、えー、やってですね、うん、ダウンタウン松本人志の新作コントっていう、当時のね、コントのような感じで、うん、キングオブコント優勝者を集めてやるっていうのの、 えー、裸でですね、おばちゃんのようなカツラを被ってですね、<laughs> 電話に、うちに向かって叫んでるまっちゃんの顔が <laughs> 手に入ったんですよ。<laughs> ここ最近の面白い顔をしてる顔で,でこれは最近の顔だから意味がある。昔の、うん、まあ昔はこういうふうにやってたのかなとかじゃなくて、うん、これ今のまっちゃんじゃんっていう顔が手に入り、はい、それが5人分バン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 って出てきて、で、しかもその後に、 えー、山内さんに始まって、全員、うん、あの、ポーズでボケたんですよね、ちゃんとね。そう,そうそうそう、あれ。あの、みんなやるのっていう空気が面白かった。山内さんが最初にかましたんでしょうね、うう多分。そ <laughs> で、それは、うん、昔の昨日僕ね、えっと、パラビで遡ってみたんですけど、うん、結構、まっちゃんしかやんないんですよね。ああそうだったんだ。そう。割と、まあ、三村さんとかはちょっとやったりしてるんですけど、うん、なんかみんな、 こんな体操な雰囲気で、すいません、ペコペコ、みたいな、ヘラヘラしながら、ゆっくり降りてくるのに対して、浜ちゃんが、早い降りてこいって言うだけの下りだったんですよ、ここ5年ぐらいは。なるほどそれに対して、今回は、全員が、どうしようかなって多分考えてきたっぽい、<laughs> ナンセンスポーズをですね、それなりの尺を取ってやるっていう。<laughs> やってた、やってた。あれちょっと楽しみだった。次何やるかな、あれやったとって <laughs>。で、まあ、飯塚真面目とか、じゃん、いや、弓がこれへんとか、浜ちゃんの声もしっかりこう入るように、 うんうん、流れてっていうところでこれ何の意味があるかっていうと繰り返しになりますけど、うん、この人たちも現役でネタやってる面白おじさんだよっていうことで審査員を権威化しすぎずに、うん、えー、かつなぜこの人たちがやってるのかっていうところに落ち着いたのがやっと今回だっていうなるほどねことでこの演出はめちゃくちゃ意味あったと思うんですよね、はい、なるほどね演出にそこまでのメッセージを汲み取るっていう面白、うん、<laughs> さんでもそうですね、うん、なんか僕もこう 見ててやっぱり安心して見れるようになったというか、なんか。緊張しないで済むというか。うん、緊張しないのに、 この人たちの言うことにはすごい説得力があるというか。うん、だってなんでかっていうと、うん、数分前に大爆笑を取ってるんだ。そうそう一番面白い人たちなんだもん。そう。いっちゃ面白い人たちがそう言うんだったら、それ<う>はそ,そうなんだろうなって思う、そ,うその後の審査とか。そう。で、映像の中では衣装を着て舞台上で笑い取ってる。うん、で、階段の上ではスーツで笑い取ってるんですよ。確かに、ね。で、2笑い取ってる。人間も面白いし、ネタも面白い人たちなんだっていうのを瞬間的に説明して、うん で、平場に入っていくっていうことを、これ、本当に多分意図的にやってると思ってて。はいはいはい。で、僕のまあちょっと薄い知り合いのキングオブコントの今回構成に入ってるスタッフさんが、僕はこれツイッターでリアルタイムでつぶやきまくってたら、あの、DM くれて、かなり細かいところまでこだわったから、それ見てくれてるのは大島くんだけなんですごい嬉しいです <laughs> くれたんで。<laughs> じゃ関係者が言うならそ, <laughs> そうだわ。合ってます、合ってますこれ。合ってますね。<う>答え合わせもしてるんだ。そうなんです。じゃ合ってますね。で、 で、それ、去年の、まっちゃんの V、うん、ちょっと見返してみたんですよ。まっちゃんが降りてくる直前、うんはい、どんな V だったのかキングオブコントの回の素材が、ない時どうだったのか昔のとかじゃないですかまっちゃんが、うん、もう顔のね、この辺、もう口と目が、上の辺と下の辺になるぐらいの、ねうん、ドアップの顔で、うん、もう肌のね、毛穴とかも見えてるぐらいのドアップの陰影の強いまっちゃんがね、<laughs> うん、<laughs> あの、 いやーよかったー将来が相当期待できますね <laughs> ずっと面白いんですよ <laughs> っていう3個のその褒めてはいるんだけど怖いコメントがバンバンバンって出てきて「<laughs> うつおうとしてほしい」っていうもう <laughs> 権威なんだよ権威すぎるんだよっていう <laughs> 大丈夫あの松本さんのものまねって大丈夫なんですか僕多分会うことないから大丈夫 <laughs> あめっちゃ怖いっすさ <laughs> 出ててたとしても怖いなっうそうですね。政治家みたいな映像なんですよ。<laughs> なるほどね。それが今回、うん、その電話口で、うんえー、バス、お風呂のタオル巻いて説教してるのからの謎のディズニー投げキッスみたいな <laughs> ポーズっていうのは、やっぱ相当なチューニングだなと、確かにね。思いましたね。ねで、その前、その前の瞬間覚えてます前の瞬間浜ちゃんたちの,ス,あのスタジオになる前の瞬間。 その前にですね、うん、オープニングのミュージックビデオが流れたんですよ。あ,ららあ,れはあんなの、あんなのさ。<laughs> あれもしかしあれあ、あれ,あああれも、ここ15年での、 もう、うよ曲折の成果なんですよ。なるほど。いや、もう、細かく聞きたい。もう、まああれが、うん。良かったというのだけは言っとく。うん、はい。で、あれがもう最終回答だと思うので、はいうん、僕はこれからずっとあれでいいと。うん。ついに15年で成果にたどり着いたなと思うんですけど、はい、うん。そこまでの歴史を喋るとですね、はい。るとですね、ああ、ぜひぜひ。まあ、たい2000、何年ぐらいだったかな ?2015、16年ぐらいまで、うん。ええー、17年ぐらいだったかなうん。17年まだ長かったかな、うんうん、ええー、一組一組が、 いかに今まで苦労してきたか<ー>。ということをしっかりですね、下手したら2、3分ぐらい使って、VTR で普段の劇場での活動から、<ー>えー、貧乏暮らししてる、例えば変な時、変な時、家が映ったりしますね。はいはい、はい、えー、ピースの時はですね、又吉さんの本棚とかが映ったりしました。<ー>キングオブコントのあおり V だよ。へ<ー>一組一組のあおり V で、は<ー>不気味な読書家の又吉みたいな、<ー>一人一人の個人のキャラまで出しちゃう。 なるほどね。なんかこう、パーソナルな部分とか、うん、なんかこう、ドラマとかストーリーを作ろうとしてる感じなのかな。それで、えー、極めつけをですね、えー、事務所の先輩の誰々は語るとか言って、はあえー、カンニング竹山さんとか、サンドウィッチマン伊達さんとか、えー、大御所の人がですね、まあ、大竹誠さんとかが出てくる時もあったかな。へー。が、いやー、今年こそは行ってほしいんですよみたいなことを言うのが、流れた後にネタをやるという。最悪の。<laughs> 最悪って言っちゃう。最悪って言っちゃう <laughs>、まあ。まあ、あそうか、笑うのり空気じゃないそ。そう。V は嬉しいと思いますよ。うん、VTR はもう宝物になると思います。うん、ファイナリストの人にとって。まあね、しかし、やらないでもらえるならやらないでくれた方が、笑いは取りやすいなって多分ほとんどの人が思ってたと思うんですよ。まあ確かに、あの、その、なんか、 今、目の前にステーキを出された時に、そう。あのこうあの牧場で、あの元気に育った牛ですって、あのストレスのない環境で、そう。草をはんで、つって、はいどうぞ、って、言われて、美味しいと思えるかはちょっと自信ないわ。極端な話、そういうこと。だから芸人って、まあちょっと難しい、まあアイドルもそうですけど、難しいところがあって、人間的な職業でもあるというか、人間的な魅力を見せる職業でもある一方で、ある意味こう物になった方が楽っていう部分があって、なるほどね。 そう、この人たちは CG なんだって思えるぐらいの、<laughs> アニメキャラなんだって思えるぐらいのものが、やっぱガハハと笑えて、うん、その後に人間を知るっていう流れが、はいはい、初見の芸人さんとかだとやっぱね、楽だったりするんですよね。うん、なるほど,るほどっていうことにみんな気づいてきて、うん、この VTR いらないなーってなってきて、単純に VTR がめっちゃ短くなった時期とかもあるんですよ。で、しまいにはですね、シークレットになってしまって、 2019-2020は、ファイナリストがシークレットになっちゃった、うん、あ、そんな時期ありました<う>え、そうだったっけそう,そうか。それはそれでね、その前の1ヶ月間、その番宣とかで盛り上げるにしても、うん、ファイナリストが顔を出せない。うん、で、ファイナリストが、ファイナリストですねって言って仕事増やすとかの恩恵もできない。これ誰にも得がないになっちゃったんですよ。うん、<laughs> なんかいしょ、いろいろ試行錯誤してるんですね、そうなんですよね。 で、2020年にはですね、うんえー、一組一組の煽り V とかじゃなくて、うん、頭にこう全体のコンセプトをまとめたような煽り V を作ろうという発想ができて、<ー>それが今回につながります。なるほど。2020年からなんだ、それは。もう20年です。俺っ、ね、て去年のがめっちゃかっこよかった。 だっ,って思ってて。はい、それは2本目になるんですよ。うん,う,んうん。そう,そうそうそう。そういうことなんですや、去年のなんかもう曲がまずかっこよかったから、そ<う>俺その場でシャザムして、あ、くる、うん、くるりさんのなんだ、うん、みたいな、うん。あれですよね。今泉監督の。あ、そう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 。えー、コーヒーシガーレッツ。そう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 。をモチーフにした作品で、それはですね、全体煽り V っていうコンセプトが生まれてからは多分2個目の作品になると思ます。はい,はい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 。で、1個目はですね、佐藤映像という、うん うん、まさに、あおり V という概念そのものを発明したと言われている、<ー>えー、グループというか、人というか、会社というかがありまして。それ発明日です。これはですね、ライジンのあおり V を作っている会社です。いや、そりゃ、プロ中のプロだ。<laughs> そうです。<laughs> そら、本物だ。まじ、まじもんです。ま <laughs> じもん、ゴリゴリのまじもんじゃないですか。で、煙の中でね、ファイナリストたちがね、うん、こう、点々でばらばらに、あの、 ジャンプの漫画の、例えばなんだろうな、えーまあ僕はブリーチ好きなんでブリーチを想像しちゃうんですけど、バンって開いて、なんかピンナップみたいな感じで、はい、こう絵巻物みたいに広がってる付録の時あるじゃないですか。その時に、ご定13体の死神たちがですね、前後に一列にならずにこう、縦横 <laughs> 無尽に立ってるのの横一枚絵みたいなのがあるじゃないですか。なんかあんな世界観で、コンビとかもそれなりにバラバラに、 立って、こっち向いてて、煙がブワーって上がってるみたいな。<laughs> いいで、こっち向かって全速力で走ってきて、最後トロフィーに向かってビーチフラッグスで、ジャンプしたところで映像がバンと終わる。めちゃくちゃかっこいいのがあったああ、そうか、そんなんでしたか。ありました。うん で、それを切り分けたものを各コンビのネタ前にもちょっと見せるみたいな形に収まっていたんですけど、この時期は本当に佐藤栄造さんはですね、騎士団万博っていう騎士<ー>団のフェスとかの映像も同時に作ってたので、マジで大変だったと言われてるんですよ。VV のイケイケすごいな。そう、で、えっと、その翌年の、えー、2021年は若干オフビートというか、うん、若干こう、えーうん、カルチャー集の方、スポーツじゃなくてカルチャー集、うん、映画集の方に寄せて、 今泉監督のやつになりました。それがかっこよかった。はい。で、えっと、今泉さんの作品も僕めちゃくちゃ素晴らしかったと思うんですけど、結構情報量はだいぶ落とした構成になってましたね。ああ、まあもう本当スタイリッシュやって感じだった。そう。各コンビの顔はわかります。喋ってる時の表情はわかります。で、ネタ合わせの、なんかネタ帳がね映り込んだりして、そこら辺もね、すごいね、あの、良かった。良かった良かった。ただ、 どのコンビがどんな特性なのかは分からないように情報量がめっちゃ落とされてたんですよね。まあ確かにね。そ,<う>それはそうかも。で、情報量を削って削ってってなったのがその佐藤映像、今泉力也、えー、の2年間だったと思うんですけど、うん、今回じゃあどうでしょう梅田サイファーという。梅田サイファーなのよというラップグループというかラップユニットというか、ま、ラッパー集団。まずここでしょそう。う僕は梅田サイファーに決まりましたっていうのがツイッターで流れた瞬間に上がった。<laughs> そうです。 それはもう本当に正しいリアクションだと思うんですけど、うん、これは何がいいかって、はい、まず単純にめっちゃかっこいいし、そう。人数がいっぱいいるので、うん、いろいろできそうだなっていうのもある一方で、うん、あの、かっこいい映像にする。で、煽り V にしすぎて笑いづらくなるっていう問題があったので、うん、情報量を落としたんだけれども、うん、ラップだったらコンビの紹介できるんだよね。そう。あれはなんだ ?8 小節かけるいくらいかな。<laughs> いやもうね、 あれでバチバチね、だからそれがラップじゃんこのインとか、あとその一言にダブルミーニング、うん、トリプルミーニングをかけていくっていうことによって、で、しかもそれをこう曲に乗せることによって、うん 本来だったらこの尺じゃ入らない情報量をぶち込めるのってラップなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。本当にそう。そう、ただの早口じゃダメだし、ただの歌でもダメなの。ラップだからできるっていう。で、あとはネタの前に見たら邪魔になっちゃうかもしれないけど、ネタの後もどうせみんな見るんだ、この配信時代だから。なるほど、なるほど。あれはどういった歌詞だったんだろうって遡って見たときに、私じゃあビスケットブラザーズさんっていうコンビ知りませんでした。どんな人たち、あ、そういえばオープニングのラップにもビスブラのパートあったな、これ一個一個の歌詞どういう意味なんだろうって知らない。 調べてみるとですね、これビスケットブラザーズさんが YouTube チャンネルで自主的にやってるラジオにたどり着かないと理解できない歌詞が入ってるんですよ。うん、<laughs> すごいね。やっぱこれもラップですよね。ヒップホップなのよ。価値、ね、<laughs> としてはね、アオリブを後に流しているという効果になるわけですね。動線としては。ああ、なるほどね。コンビを知って<あ>あ、じゃあオープニングの曲どうだったんだっけこの人たちが解説になっているという仕組みで、<ー>これはね、これに勝る仕組みはもうない。<laughs> いや、ないっすね。ない。しかも、なんて言ったって曲なんだから、うん、曲だから何度でも聴きたいし。そう。そう、<あ>楽曲としてもう完全に成立してるので、で、まあ、一組一組の、まあ、僕がめちゃめちゃ、やっぱ、すごい痺れたのは、うん、えー、ネルソンズ、プレッシャーでキシマン重厚なボディ。 文句なし、ガチでフォールガチっていう。これ意味わかりますプレッシャーで、騎士。ネルソンズ騎士さん。で士んで、万重工なボディ。和田万重さんの万重。はいはで、え、文句なし、ガチでフォールガチ。え、青山フォールガチというですね。え、ピンの名前なんですけれども。そ全員の名前を前半にギュッと入れるっていう。でも、全員の名前入ってるのに、あの、意味は通ってるんですよね。意味はもう一切邪魔になってないし、もうガチガチにみんな因を踏んでて、 超素晴らしいんだけどしあとあと、軽くですけど、梅田サイファーでなぜ上がるかっていう点で言うと、やっぱりあの、梅田サイファーでやっぱ一番有名なのは R 指定さんですよね。その話もしよう。<laughs> その話は後でいいですか,かあ今するよでも俺今、今しときます。そのはい、とにかくその梅田サイファーは、やっぱり一番有名なのがあの、ね、今をときめくクリーピーナッツの R 指定さんがいる。ーーで、その R 指定さんが、現の と言ってもいいかもしれない。うんはい、うもうっていうかいだに原点にしていまだに続けているそ,その大阪梅田で、うん、こうのグループ、うん。だから言ったらえっと日本語ラップが今でこそ流行ってますけど、うん、まだそんなに。 今ほどの市民権を得ていなかったというか、企業のタイアップとかをですね、ちょうどそんなに受けてなかった時代に始まってるグループなんですよね。だから、あの、フリースタイルダンジョン以降、以前で、であると思うんですけど。全然前。まあ、全然前ですね。も7年とかじゃなかったかな。初期の活動は始まってて。そでそこら辺って、やっぱりノーバディー k リップスライムとかが、こう、エンタメとしてのヒップホップで、ヒップホップを広げたものの、それで CM タイアップ、映画主題歌とかは作ったけど、 なんか、ガチのフリースタイルカルチャーとかとはちょっと離れちゃったよね、みたいな。はい,はい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 。なんか、レゲエ文化とかに若干吸収されたようなものある。<laughs> るね、あるミクスチャーとかポップスとかに、うん、ラップの要素が抽出されちゃったような時代でもあったりして、はいはいはい,はいはいはい。その真空みたいな時代の時に、やっぱゴリゴリにヒップホップやりたいよねって集まった人たちなので、まあ、純度が半端ない。純 <laughs> 度が半端ないんすよ <laughs>。っていうぐらいの知識はまあ、僕でもあるっていう感じです。はい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 。で、えー、じゃあ、アルシテさんの、はい、えー、ラップ、今回、 が最後のこう締めというか、そうですね。になってるんですけど、暗転、ね、から名転、名転から暗転、フーズザ・キング・オブ・コント、完成から名声まあここまでゴリゴリに陰踏んでますけど、はいはい、最後ですね、はい、その空気乗り換え、登れ階段、てっぺんっていう、その空気乗り換え、登れ階段、てっぺん。でこれは前回のチャンピオン、空気階段というコンビ名を、ね、 バラバラにしまして、はい、今まで空気階段という言葉をいじるときにですね、うん、やっぱ空気でできた階段をイメージしたりとか、うん、階段だけをいじるとか、うん、空気の部分だけを空気階段だけに空気持ってったねとかはあったし、うん、空気階段さんがちょっと微妙だったときに、あ、なんか空気あかん。 かったねみたいなぐらいの触れ方は多分、<laughs> なるほどね。いろんな MC の人がしたかもしれないんですけど、まあどっちかはいじれるみたいな。ただこれを空気と階段にばらし、うん、どっちも目的語にしてるんですよね。はい、うん。塗り替える対象としての空気、守、うん、る対象としての階段、その主語はいずれもファイナリスト。そう。 えな、にその法廷なにそれどういうことあれ何やってんのそれ全員が何年もかけて思いつけなかったことなんですけどっていうことをやっているというのと同時に、このミュージックビデオオープニング映像で全員が階段を登ってるんですよね。で、階段を登った次の瞬間に浜田さんが審査員を紹介したら階段から審査員が降りてくるんですよね。おー、美しい。これね、めちゃくちゃやばい。やばい。 本当にやっぱ映像の。めちゃくちゃ美しい。日本のテレビ演出史上に残る美しい演出です、これは。<laughs> 美しいですね。これはもうメタファーとして、この階段の上にコントの神が住んでいる天空海のようなものがあると。はいはい。いうようなイメージですね、明らかに。確かに。で、そこから、えー、そこに登っていく彼らと、降りてくる神ーですそう、ですよね。頂点ですよ。そうです,うですで。これはもう全てが噛み合っているという。で、その頂点に向かっていく挑戦者たちと、うん、その頂点からわざわざ降りてきてくるっていう,神そう。そうです。 私ね、そうね。で、降りてくるっていう演出自体は今までもあったんですよ。あっ,あった。あった。今までもずっとあった演出なので、うん、そこは新しいことしてないんですよ。してないのこの階段を生かしつつ、うん、あ、でもそうか、空気階段だから何か使えそうだよね、うん、っていうことを、誰と誰が話し合っていたのか、俺全部知りたい。<laughs> で、どっからある視点さんの、 仕事なのかも知りたいやでもこれは多分 R 指定さん100じゃないですか分かんないでもどうか分かんないですよいやでも俺やってると思う R さんに任せてんだと思うまあこうなるとやっぱ仮にねまあ好評だったから審査員続投したじゃないですか好評だったから梅田財布は続投もありえるわけですありえますよだって全メンバー出てきてないしね今回あそうかそうですよねそうそうそうなので担当できてない人もいるしってなった時にビスケットブラザーズどうする って、それ出てくるんだよな。<laughs> <laughs> ここまでゴリゴリじゃなくても、まあいいかもしれないけど、まあ、映像のクリエイティブディレクションからね、また一から変わってくるっていうことになるんで。でもこんなことが楽しみにできるっていうか、うん、こんなところにも楽しみというか、うん、があるってすごいことですね、キングオブコント。うんうん、まあガチで作ってるっていうことだし、まあぶっちゃけるとその芸人の間では、今年あんまだったから来年、 もうないらしいよ、みたいな噂って、結構ずっと流れてたんですよ、ね。まあ最近はないけど、数年前。うんうん、僕がプロの芸人になるよりちょっと前ぐらいの時とかは、割とそういう時期があったりして、うんうん、で、お笑いファンからしたらもう死ぬほど盛り上がってるから、うん、どういう意味みたいな感じなんですけど、うん、まあそれにしても、ここ2、3年ぐらいのファイナリストになっただけで CM 出れるとか、うん、そういう流れみたいなもので言うと、本当に、 このキングオブコントというものを中心としたこう市場というか業界が活性化してるんだなっていう印象はすごいあるし。ね、しそれこそあのシソンヌさんとかあのやたらネタにしますもんね。キングオブコント優勝しても人生なんて変わんない変わんないみたいなそうそう、カモメンタルさんシソンヌさんとか、うん、今でこそまたこういろんなねご自身たちの活動で人気を得られてるけど、うん、キングオブコント自体でこう国民的になったかっていうと、そうじゃない人もいらっしゃる時期もあったりしましたもんね。うんうん そう。だからね、そこのね、うよ曲折っていうのは、やっぱりこう審査員の構成とか、こう番組の、なんか構成とかも俺すごい関係あったと思ってて。なるほどね。本人たちの実力はやっぱ全部死ぬほど面白いに決まってるんですよ、うん、ファイナリストの人たちなんて。っていうので、今回もう本当にそこら辺も含めて。 え、うまくいったことが最初の5分にとにかく象徴されてるなっていう話を俺はね、どっかでしたかったんで、ここでしました。すごいっすねもう。逆にネタの話せずに30分いけるとすごくね。<laughs> ネタの話せに別にする別にした方がいいちょっとんじゃないですか今回は締めますけど。そうですね。うん、これ、これ本当にこういう視点の人は本当にいないはずなんですまあでもね、本気でもう本当にもう何百時間会議して作ってる話なんですよ。多分これっても。なんか、聞くとすごい全部。 納得ですね。だし、そんなに、そんなにまたズれなことは言ってないと思うんで。いや、本当そうだと思う。そすまさかこんなに全部伝わるとは思ってなかったわって言われる可能性はあると思うんですけど。でも本当15年かけてですね、大人たちがね、あの、芸人を滑らそうと思ってる人なんてやっぱ一人もいないわけですよ。そうですよね。だけど、やっぱ考えることにさ、何番組も担当してる人たちだから、全員。いやね。エンゴコントだけやってる人って多分いないんですよ。スタッフさんの中で。年に一回現れる。そうみたいなのそうそうそう。 いるわけではないとそうで、それをね、なんか半年とか9ヶ月とかから前か,前から準備して、みんな成功させたいと思ってるんだけど、完璧な形が見つからんなーって思い続けてきた十何年とかで、ここ5年とかで本当に格段に、なんて言うのかな、その、アメリカのショーというかさ、アメリカのテレビとかの映像たまに見てさ、なんでこんなに全部ハマってんのって思う。 ぐらい、すげえなって思う時もある。ただ予算が別にここ5年で増えてるとは別にそんなに思えないけど、そ,ね、その知恵の力とこだわりの力っていうので、すげえ良くなってるなっていうので、俺はネタが始まる前の8分間とかを本当昨日10回ぐらい見て、泣いて、そ <laughs> れちょっと誰かに喋りたいなって,って。 ツイッターに書いたりしてますね。いや、めっちゃ熱伝わってきましたしね。泣けますよ。あの、おすすめはね、パラビで過去の最初の10分とかを全部見る。と、うん、今まで基本的にね、うん、浜ちゃんいたきなんですよね。うんうん、で、そこからの、いや、これは、普通の番組みたいになっちゃうなってなって、佐藤映像から。 今泉さんから、今回の梅田サイファーという、はい、えの、入れたということの効果をぜ、ぜひ実感して、酒飲みながらいてほしいですね <laughs>、えー。あの、この回はキングオブコント校ではな、ね、く、キングオブコント冒頭10分校。ですね。<laughs> <laughs> テレビ演出校ですけど。<laughs> いや、でももう、でも、それ一発で、やっぱ番組全体の空気が決まっちゃうっていうことも、なんか言われて、やっと意識したかも。そうですね。トップバッターが今回、クロコップさんでよかった。 っていうのはもちろんんあるんだけど、うん、でもトップバッターが良かったのに、なんかトップバッターの人がちょっと損したみたいな大会も当然あるんですよね。ねそれは今回のシステムだったら結構なくせると思いました。ね、じゃあもうぜひこれをアップデートしていく形で続けてもほしいですね。 というネタの話ちょっと別に取りましょう細かい。いいかなでもどっちでもいいけど変わらず細かい話をしますね。こう、お笑いの話かと思いきや。映像の話。映像の話いや、よかった。いや、でもこういうのはもう間違いなく探してもないと思うんで。うん、みんなが言ってないことを言いたいよ、これはそうですよ。やる意義ありましたよ。これぞ無限まやかしいじゃないですか。我々がこれをやり始めたら、誰も言わないことをやるっていう。 アルゴリズムに逆らうという逆らいますよ <laughs> すみません、えー、ネタの話だと思ってきた人は申し訳ないですけど、えー、俺々は普段からこんなことをやっております、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございました YouTube と、えー、Spotify などのポッドキャストで、えーはい、配信しておりますので YouTube のチャンネル登録 Spotify のフォロー、えー、Spotify の評価付け Twitter のフォローふつおたなどもお持ちしております以上、はい、大島康幸でした高野港でした。ありがとうございましたありがとうございました